は2月の9日水曜日11時を迎えしました。大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大蔵です。どうしたの、うたさん。どうもこんにちは。突然俺の顔でどうしたの。あれ、大ちゃんの声が、はい、イヤホン越しに来ないんで、ヘッドホン越しに。どうしたかな。そんなことないよ、喋ってるよ。あ、そうですか。ちゃんとテストしといてね。ヘッドホン、曲は聞こえてくるんですけどね。ヘッドホン、あれ、ヘッドホンがおかしいのか。ヘッドホンのチェックをちゃんと本番前にやっといてね。あ、はい、あ、OK です。あの、接触悪かったです。今翔さんがあのちょこちょこいじってくれたらよくなりました。それはちゃんと放送前。どうも今日はよろしくお願いいたします。いい天気でございましたね。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちゃんと本番前に準備しといてね。はい、ね、ありがとうございます。マイクの位置とかさ、はい。というところで、横浜銀杯翔さん、こんにちは。どうもこんにちは、横浜銀杯翔です。もうね、東と塚はピーカンですよ。朝どんよりが嘘みたいです ね。しかも晴れてるのにまた不動坂が混んでてまいりました、ね、すごかったですね。でもね、大ちゃんが今日はね、同じルートでね来るからね、はい、渋滞情報を教えてくれたんで、別の道管理の方から回って、スムーズにやってくることができました。いや、本当すごいですね。ね、なんかあと工事もやってるからね今ね。ほうほうほう。で、まあ明日なんか雪降る感じの話聞いてますんでね、はい、皆さん冬タイヤの準備を今日あたりしとけばいいんじゃないかなと。まあ大したことはないと思うんですが、万が一を考えたら冬タイヤの準備がいいかなと。嘘で、だって10センチぐらい降るっていう予報がありますよね、うん。まあ、でもね、当たらない時もあるからね。でもまあね、まあ、準備万端で。俺なんか明日またリハーサルがあって東京まで出るんで、まあもう当然ね、言いましたけど、もう俺の車は4台あるうちの2台はもう冬タイヤ入ってますんでね、大丈夫だと思いますが、皆さんも気をつけてほしいと思います。そう、あ、ね、本当はお店やってるからね、外に出ないでっては言わないけど、まあ、うん、本当に安全に越したことはないですよね。そうだよね。でもね、バレンタインデーがあるからね。そうですね。今日もスタジオたくさん届いてますが、はい、もう歌さん、はい、去年のバレンタインデーと比べて今年どんな感じですかね。今のところ今のところですか。変わらないですか。まだ迎えてないので去年は全然なかったような気がします。あ、そうなんですか、それはくれと。欲しいですね。そういうこと言わないんだよ。そう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 。もうやっぱね、商店レギュラーに狙う人は、はい、そういうこと言わないんですもん。あ、ありがとう、うん、はい、バレンタインでなんかけっとか言ってほしいですね。ぜひね、私チョコレート募集しております。言わないの、そういうの。言わないの。はい、戸塚に住みたいパーティーさん、パーティーさん、北京オリンピック竹縄ですね。だね。私は東京オリンピックでボランティアをしたことを思い出しながら見ています。はいはい、大変だったね。えらいね。会場の選手たちのすぐ近くで感じたピリピリとした静かな緊張感、うんうんうん、そんな中次々と淡々と進んでいく試合、うん、テレビを見てオリンピックの特別な空気を感じながら頑張れと叫び続けています。お、北京オリンピックやってるんですね、はいはいはい、やってますよ。いろいろ今ねドラマが起こってるみたいですけどね。あれ何でしたっけ、スケートの彼18歳の鍵山さん、うん、鍵山さんって六角橋なんですって、うん、あ、横浜なんですか、すごいですね。大活躍じゃないですか。六角橋って言ったらラーメン屋だよね。六角屋大日本プレスね。あ、そうだ、大日本プレスだ。そう、そういえばね、うん、アントニオモンデからメールが来まして。おお、モンデちゃん、うん、放送聞いてるよって。やっべ、プレッシャーだなー。まあでもこれがですね、ね、FM つながりでね。そうですね、またいろんな化学反応を起こしてますから。じゃちょっとモンデ風に行かなきゃいけないね。いいです ね。どうもこんにちは、マイケル・ジャクソンと同い年、横浜銀杯のショーですみたいな、こんなイントロの感じ。ため息は。そうですね、バレンタインなんですよね、うん、そう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 、うん、あ、チョコレート送らせていただきましたっていう栃木のユミさんです。はいはいはい、はい、日曜日配信ライブとても楽しみにしていますが、はい、21日スタートですよ。あ、21時スタートですよね。9時ですね、午後9時。仕事は午後、はい、仕事8時までなんで、うんうん、普通に帰れば間に合うのですが、もし雪が降ってしまったら交通状況によって間に合わないかも、うん、ぜひアーカイブの視聴可能期間設定していただきたいです、よろしくお願いしますって。アーカイブどうなん、出んじゃねえかな多分。生だけでだとちょっとなんかね寂しいから、アーカイブ大丈夫だと思いますが、自分の仕事のことはあまり知らないショーです。俺はほら歌いだからね、はいはい、歌うことがね俺の仕事なんで。ネット検索してください、
ですね。いや多分大丈夫だと思いますので、まあ、楽しみに待っててもらいたいと思いますね。その生で聞けなくてもね、多分、クレイジーライダース入会してる方はファンクラブ限定なんでね、2月の、10日明日までかに入会していただいた方の限定ライブとなります。いろいろ、難しいと思います。頑張ってください、はい、バレンタインデーライブ2022年2月の13日日曜日21時からの配信スタート、バラードもやりますよ。はい、というところでパッパパッパと進めちゃった方がいいんですかね。はい、了解しました。はい、それでは、先週ちょっといただいてたメールがあります。翔さん、大ちゃん、宇田さん、皆さんおはようございます。おはようございます。よちどりです。あ、はいはい、今日は快晴で暖かいですね。よかった、先週も快晴だったから今日とね、何らあれはないですけど、翔さんパワー全開ですね。去年の大晦日に横浜銀杯フォーティースさんが活動終了されて早くもフォーティースロスになっておりましたが、なんと YouTube に去年のバハハ愛集会のダイジェストがアップされていました。そうなんですよ、チェックしてみてくださいね、ダイジェストでありますんでね。フォーティスさんロスで、寂しい悲しい涙が一気に嬉しい涙に変わりました。ありがとうございます。これでまたしばらくフォーティスの思い出にも浸れます。それと突然ですが、翔さん、アサリお好きですか？貝のアサリどう、大ちゃんアサリ食べる？いや、酒にはいいんですよね。うん、あ、酒飲みや、そう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 、二日用にアサリ汁が効くとか言うよね。そうです、うんうん。実は知り合いがアサリの歌という CD を去年100枚限定で発売したのですが、これが予約のみで即完売です。その CD を作られた友人が、造反をしたのを入手しました。聴く人みんながハッピーになれる、楽曲です。アサリのお味噌汁とともに後ほど通りすがりにお届けさせていただきますと言ってですね、先週アサリの味噌汁よちのりから受け取った際にこの CD が入ってました。ちなみに金太郎師匠の番組では大受けでした、ね、うちの番組は別に受けるために曲かけてるわけじゃないですかね。あ、例のものも持参しました。今日もすごいですってミニチュアカーくれました。それでは今月も守って攻めて健康第一、うがい手洗いロックノールでよろしくお願いします。よちのりでしたってね、いただきました。アサリの味噌汁ですか、大ちゃんにはいっぱい必要ですね。そうですね。それでは聞いてもらいましょう、よちのり君からのリクエスト、あさり浜きみこさんの歌ういいよこの歌、うんうん、あさりの歌どうぞ。はい、ということで来ましたね、あさり浜、あさり浜きみこさんのナンバーであさりの歌。あさりすげえな、鉄分ビタミンカルシウムって言ってましたねねえねえ、タウリンというかね、需要競争のものも入ってるし、血液サラサラだ、肩こりは治るわ、コレステロールも下がるわということで、今回この歌聞いて初めて知ったのが、あさりの模様ってそれぞれすごいいっぱいあるっていうことを知ったわけなんですけどね。はいはい、じゃあクレジット読ませていただきます。はい、この放送は真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばの清水公益社サバスホール、困った時に来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに、横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している勝田メディカルグループ、戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師の松沼さん、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋、大人気の N ボックスやフィットステップワゴンなどでおなじみの正規ホンダ四輪ディーラーホンダカーズ、心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど、心をより豊かにする活動を行う JT の提供でお送りいたします。さあ、ということでね、今週も頑張っていきたいと思いますが、アサリって言えばなんかね、宇田さん、はい、産地偽装みたいな話で、熊本さんが今盛り上がってますけど、知ってます？なんかそんなニュースがありましたねうん、うん、でもこれは全国的な問題だって言って熊本の人が言ってましたけど、これどういう経緯なのかよく内容はわからない、ね、じゃあわからないっていうことですよね。アサリとかさ、今ハマグリもなんかそれが言ってるみたいなんだけど、要はそのどこで育ったかっていうね、はい、要はその生まれたアサリが、生まれたてのアサリを、まあどっか別のところ、よその外国から来てるアサリでも、はいはいはい、
それを一度その雛形とかその、まあ、じゃあ例えば熊本に持ってきて、熊本の、まあ、海のところにこうねそのアサリをボーンと置いて、でまあ一応形としては一番そこで育っている期間が長いところが産地になるらしいのよ。ね、だから例えば、ね、生まれたての3ヶ月のアサリをよそから持ってきて、で6ヶ月自分のとこの、ね、海で育てたらそれは自分のとこの産地になるわけ、これがね貝 の, その産地の、まあ、からくりになってるんだけど、それを、まあ、今回の場合はバーって持ってきて一度海にボンって流したら、そのまますぐまた回収しちゃって、熊本さんだよっつって世の中に出てるっていう流れらしいのよ。そうなんですか。まあそういうなんか漁業の、そういう決まり事があるみたいで、はいはい、だからせめてちゃんとその生まれたのを持ってきてもそこの、海水だとかいろんなあの生活条件があるわけでしょ、はいはいはい、そこに長い間いると、熊本産のアサリにまあ変化してっていうか、あの味も変わるしっていうことらしいんだけ ど, ど, どそれをちょっとつけてはい出しましょうってやっちゃってるから、あの今問題になってるっていう話ですね、はい、他にもだってみんなうなぎとかも養殖と言いながらあの、うん、海外から来たやつを日本で育てればあの日本産としてもいいはずですよね。どのぐらいの期間かちょっと僕知らなかったんですけども。そうだね、だからその辺のことがあるみたいですよっていう話です。大ちゃん以上です。ちゃんと胸張った仕事をしよう、生き方しよう。そこだけ。そうですね、そうだよね。小細工するな。小細工だよね、うん、ちゃっちゃっとつけてね、うわーってトラックで下ろして、はいはい、あの開け方にもっとガーって開けてね、運んでたらしいよ。でも結局何、やっぱし根本はお金なんだよね、うん、そうだよね。ダメ、そういうお金に安くなっちゃ胸張った生き方をしていきましょう。私もあの新潟の生まれで十日町ってあの魚沼産のコシヒカリで、まあ、日本で一番美味しいお米が取れる。で魚沼産のコシヒカリって表示も何パーセントまでがそれが入ってれば魚沼さんと表示していいとかっていうのがなんか決まりがあるんですよ、ね、混ぜてもいいってことだ、ま、少し混ぜてもいい。だから半分以上超えたら多分おかしいんでしょうけど、ある程度のパーセンテージ他の米を混ぜても魚沼さんと言ってもいいというなんかね、いろんな決まりがあるみたいですね。うちのスポンサーは松沼さんですけどね、はい、全然違う。松沼さん、あ、そうか、産地のさんね、はい、でもそう、今松沼さんと翔さんが、はい、あのペアルック着てますよね。そうなのよ。これまた派手な、なんか見た覚えがあるような、トラドの映画、うん、これね、あの先週だったかな、はい、何度も言いますけど、ドラマ見てたらね、あ、うん、はいはいはい、佐藤浩市が、はい、あのこのトラ柄のこのジャージを着てたわけ、はい、番組っていうかドラマの中でね、それ見ててさ、あ、かっこいいなと思って、でポチッと押して買っちゃったわけよ、はいはい、そしたらさ XL とかって外のしかなくて、うん、でまあ、先々週その前ぐらいから着てきて、うち の, あの、スポンサーの松沼くんがお誕生日だったんで、はい、ガタイでかいんで、これお前どう思うって言ったら、いや素敵ですねって言うから、これやるよってことでプレゼントしたんですよ、はい、で、ああなくなっちゃったと思ったら、ファンの子が、はい、売り切れになっちゃってんだよねとか言ったら、いやいやまだ売ってましたよって海外のなんとかでどこ行ったら、また翔さんが買ったからまた新しく出したんじゃないですかって、嘘だって言ったらさ、ね、大ちゃん、はい、また復活したこの俺の佐藤浩市バージョンって勝手に名付けてんだけど、この虎のジャージがね、今年虎年だから、したらさ、ちゃんとさ通常サイズの L とかあるわけよ、はいはい、気づいたらポチッと押してんだよね、またね、したらさまた届いちゃって、もうほいで今日あの浮かれて来てきたら、今日あの松山さん同じの来てきてかぶっちゃったって話なんだけどね。ペアルック、ペアルック、歌のペア着なくていいの。私ももらったんですよ、もらったんでシャツね、からこれトラ柄なのかな、同じ柄かな、俺柄かなって見てないのちゃんと細かく分かんないな。で今ほら、はい、フレアって言ってね、炎のマークが流行ってて、はい、炎のマーク、炎の形をねフレアというのね、はい、そのフレア柄、要はさ、あれよ、鬼滅の刃の、ええ、いるじゃない、あの最後だ、まあ、みんな俺たち本当知らない、歌さんなんか分かるわけないじゃないですか、ね、あ、名前だけは知ってますけど、あと煉獄さん、煉獄さんっていうのがいて、はい、で、ね、あの列車の、ね、映画とかなんかで、はい、あの人こうそのフレア模様 の,、まあ、その着てるわけよ、着物の 、はいはいはい、羽織みたいなのは、はい、それがあったからか知んないけど、ね、島村で島村で、はい、アイランドビレッジって俺呼んでたけど、島村でそのカーディガンがあったの、昨日も、はい、それもさ着てさ喜んでたら、後輩でフレア好きがいるんでね、うん、
それいいっすね、どこで買ったんですかって言ったら、島村だよって言ったら、で見に行ったらもうないんだって、はね、戸塚中の島村みたいなくて、はいはい、だから分かってじゃあこれ前にやるよっつってプレゼントしたの、はあ、そしたらその友達、しかもそれ、ま、それもね、あの松沼さんそういう話、うちのスポンサーのね、うん、埼玉中で探したら、はい、あったんだって、埼玉の島村に。へえ、それでみんなでその赤のフレアをお揃いで、はい、なんか3人ぐらいで来て、先々週とかあのここのねラジオ見に来て、はい、写真撮ったりとかしてはしゃいでたわけよ、はい、そしたらさ、この間先日あれよ、なんだ、関ジャニ∞の番組見てたら、関ジャニ∞で、うん、メンバーのやつがフレアのカーディガン着てたの。あ、これすごい人気なんだなと思って松沼に電話して、今フレア大人気だよっつったら、翔さん、埼玉の島村に、青い炎のフレアがありますよっていいなって言ったら、うん、今日届きました。やめましょうね、もうね、すごいですね、もうね、欲しいだの、炎だらけ、どうだのこうだの、やめましょう、みんなでさぐるぐる回っちゃってさ、なんかもういい年こいてやめようって話やりたいじゃんね。その通り。ありがとうございます、ご清聴ありがとうございます。はい、長くなりましたね。宇田さん、はい、来ましたよ、翔ちゃんのハニーから。はい、キセルの話ですが、はい、私の亡き父だってあれだよね、先週、うん、違う、前回キセルの話したでしょ、宇田さんが、うんうん、はい、しました。だからその話で来てるんですよ、メールが。ありがとうございます。私の亡き父のかなり年上の姉がおヤクザの嫁で、かなりお綺麗で、うん、透き通った方でしたが、うん、常にキセルに日本酒を、当時病院で枕元でも最後まで日本酒飲んで、綺麗に吸うキセルを見ながら、幼少ながら綺麗に素敵に映りました。キセルを、そう、お父さんのお姉さんですね。ってことは年齢的だ、結構かなり上のだから相当言ってるんだろうね、だって、はい、ねえ、病院で吸ってるってすごいよね。まあそれは病院で吸ってるって書いてありました、今書いてある、それはすごいですね、日本酒飲んで、だってお父さんのお姉さんでしょ、お父さんのお姉さん、今だから相当仲良いですよね、ってことですかね、うん、でも、まあ、じゃあ、まあ、もう吸えないよね、もう吸えない、病院タバコはね、病院の中はね、それをでもやっぱり吸ってたってのは鉄火肌の姉子なんですね。おじいさんもキセルでしたよ、私もキセル吸ってみたい、今日このことですって。はいはいはい、キセル吸うことはねできるはずなんですよ、ただその道具を揃えなきゃいけないのがやっぱり手間なんですよね。私タバコ吸わないですけれども、タバコ吸う人で、あのキセル吸う人は美味しい美味しいって言ってます。吸ったことない。紙巻きタバコはやっぱりどうしても火が消えないように、あの火薬を入れてたり、紙の煙も吸わなきゃいけないんですけど、あのキセルはそのまんまの葉タバコの火だけの煙を吸いますから美味しいはずなんですよ。はい、で吸いすぎないですかね、一服吸ったらはたいてまたつけるという。もう一息終わっちゃうの。まあ、一息か二息、大体一息で、あの江戸っ子なんかも気が短いから、一服吸ったらポン、一服吸ったらポンって、この繰り返しです。すっげえ忙しいじゃないですか。落語はね、その落語があるんですよ、忙しい、気の短いやつをポン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 吸って、急いでる時なんかな、俺はあの詰めたって火をつけねえで叩いちまうんだっていう落語があって、そういうネタがあるんです。だからかなり落語家もこのキセルのさばき方っていうのをね、上手にならなきゃいけないんです。今せっかくですから持ってきたんですけど、これ吸ってる状態ではたく、すはたくっていう、このね手首の返しが非常に難しいんですよ。センスをね、センスでやるんですね。キセル持ってきたかと思っちゃったよ、うん、あラジオですからね、今度持ってきますわキセル、はい、今日はないんですけどラジオですから言葉で表現してあげないと見えないからね。言葉でね、これこうやってるんですよって言ったらダメなんですねダメだねえ、なんかないの、タバコの話かなんか、はい、落語は、落語の話でなんかタバコの話とかないんですか。いやいや、今ね話の中で出たのは長短っていうの、うん、気の短い人と気の長い人の、あのこうあの、まあ、話でっていうか噛み合わない話なんですけども、両方ともタバコ好きで、タバコをゆっくり吸う人はもう、上に持ち上げて、そこから鼻のところで突っかえたのをまた手で直して口に持っていくとかって、でも気の短い方はもう吸ってポン吸ってポン吸ってポンってはたいてるという、そういう中で、落語がありますね。で、気の長い方がですね、
教えると怒るけど教えてあげたいんだけどって、なんだよおめえが言うんだったら俺怒らないから言ってみろって、言ってもいいけど本当に怒らないから、怒らないから言ってみろ、分かった、じゃあ今ハンさんが吸ったタバコのうち7服目にタバコの火玉が肺腹に入らないで、たもとに入っちゃって火がボー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 燃えてきたんだけど、ことによったら消した方がいいんじゃねえか、バカ野郎この野郎消した方がいいに決まってんだろって、やっぱり怒るじゃねえか、だから教えねえ方が良かったっていうの、それ今まあ端的に喋りました。これずっとキセルを吸いながらお互いに喋るんですよ。キセルの話っていうかタバコの話は落語は多いんですか？多いですね。とにかく旦那と、つまりアキンドの旦那が出てくる場合はほとんどその旦那はこう恰幅がよく偉いぞという形を見せるためにタバコを吸います。侍よりもこう庶民の旦那が吸ってる形が多いですね、落語は、ね、あ、まあ、侍があんまりタバコを吸ってるような感じってないよね。普段の袴っていう落語は、うん、タバコを吸う侍が出てくるんですけども、ほう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 、普通はあんまりいないですね。時代劇見ててもあんまりいないよね。イメージないですよね、うんうん、やっぱりね町の人、あと若旦那とか、あと火消しの大将とかね吸ってるよね。一番ね僕時代劇見てて武士がタバコ吸ってるのは鬼平犯科帳のね、瀬川平蔵吉右衛門さんが銀ギセルって、これ前の週はキセルは金と金と間が竹とか木だってんで、これキセル乗車と言ってますけど、中には伸びギセルっつって金属だけのやつがあるんですよ。掃除しにくいんですね、セパレートじゃないからつながってる。それをね本当に短いキセルを吉右衛門さんのその鬼平犯科帳が吸ってるのをかっこよく見てましたね。やっぱ粋なんだろうね、そういうのもありますね。はい、タバコを車運転してこう吸ったりとかしてるじゃないですか、買ったばかりのダウンとかに火の粉が落ちて穴開いちゃったりとかするね。あれね、よくありがちなんでね、大事なダウンはですね車の中でタバコ吸うときは脱いで吸ってくれた方が俺いいと思いますね、経験者から言うと。ちっちゃな火の穴からですね少しずつ羽毛が出てくる、ピョンピョンって出てきてどんどん痩せてくんですね、いつの間にかね。皆さんも経験あると思います、タバコの火は気をつけましょう。はいはい、ありがとうございます、はい、それでは、FM 戸塚飲食店紹介コーナー第6回目、第6回 JT プレゼンツ喫煙できる飲食店紹介コーナーのお時間です。このコーナーでは分煙されている、たり禁煙ができ喫煙できる飲食店を紹介するコーナーでございます。本日ご紹介するのはトリクラブさんでございます。トリクラブ、はい、この店は戸塚小学校を通り過ぎて、はい、左曲がったところにある居酒屋さんでございます。なんといっても焼き鳥が自慢のこのお店、お店に入ると香ばしい香りが食欲をそそいますと、いうわけです。現在はね、感染対策を実施して営業中なんで、13日までは、5時から9時までとなってますけれども、これまん延防止ですからもしかしたら延長するかもしれませんね。そうだね。今5時から9時まででございます。全席でタバコが吸えるお店でございますから、ぜひ、足を運んでくださいませ。最後になりますけども、喫煙可能な場所への、20歳未満の立ち入りは禁じられておりますので、ご承知おきくださいと、いうことでございます。見たことありますかね。昔の区役所の角曲がってすぐのとこなんだよね、うん。ああなるほど。そうするとドン付きの道ですね。そうですそうです。勝ち方側の方に向かってね。先週だから先々週ご紹介した喫茶店、はい、スーラジさん。スーラジさん。うん、あそこの角っていうかですよね。向かいっていうか。あの辺いいよね。スーラジまた行かなくっちゃ。はい戸塚の方は今の会話で本当に あそこねっていうのが分かるんですけど、うん、住んだことない人間なかなか分からないですね。何知ろうとしてないだけですね。いやいや、区役所の後とかって言われるえ、だって宇多さんは戸塚に今関連し始めたんでしょ。関連してますよ。何しろ戸塚で落語教室始めてますので、ユリンドで、ユリンドで、はい、いつから今日第3金曜日ですから、今度は、18日でございましてね、やりますよ。だこうやって関わり出したんだから、はい、もっと戸塚の情報を取っていいんじゃないの。あ、なるほど。じゃあ今度ね、この2月の18日必ずモネさんに寄ってから落語教室やろうと思ってますけど、他の今紹介したタバコの吸えるところへ行ってから寄ろうかなと思ってます。トリクラブさんね。トリクラブさん、はい、スーラジさんね。それは居酒屋じゃないですか。あ、じゃあ、あとスーラジさんね。スーラジさんね。ありがとうございます。
でも翔さん、はい、よくよく冷静に考えると、うん、歌さんもう本当にサバスホールさんうちの番組のスポンサーね、はいはいはい、ともお付き合いすごいんですけど、はい、ラジオで全然喋ったことないですよね。そうね、もうちょっとね宣伝した方がいいと思うけどね。あやっぱねずっとだってさ、このラジオがまあ俺が入ってくる前からさずっとスポンサーでやってくれてるわけでしょ、うん、少しねやっぱ力だ、感謝の気持ちを込めなきゃいけないよね。スポンサー真心こもった感謝は私心の中ではあるんですよ。本当に、ラジオに参ずんですね、本当に。まあそれがねちょっとビッグな証拠っていう感じもしますけども、サバスホールさんでもあの落語教室をやらせてもらっておりますのでね、コナン区の方は よかったらこちら、戸塚区の方は龍林堂さんの方の落語教室通っていただければと思います。だから自分の PR 教室の PR をしながらサバスさんをちゃんと PR するとかいう心構えとかないの？いやありますね、頑張ってやりますよ。でも大丈夫ね、今度ネタをね考えてきますんで、はい、あの宇多さんが今その落語教室やってるじゃないですか、はい、でまあ、今さこのコロナの時期でなかなかねあの表出たりだとかいろんな人と会えたりしないけど、俺ね実はねあの落語のその冊子があって、昔前にね、はい、あの去年にあれはもう一昨年か、東京カラバン、うん、東京カラバンでね、はい、あのちょっとあの頭の方で、はい、関東でちょっとエッセイというかね書かせていただいたのがあって、はい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 、それがきっかけでちょっと ある方から、まだこれ決まってないんで、あまり話できないんですが、ある方からその、創作落語とかいろいろそういうのが集まる会に、よかったら翔さんなんかそのロックンローラーだけどドドイツが好きで、でそういう落語も、結構好きなんですよっていう話の中から、一緒になんかコラボできないですかねみたいな話が来たのよ大ちゃん、ね、はい、そしてさじゃあどうしようと思った時に、俺はこんな近くにさ歌助さんっていうさ、うん、まあ、師匠がいるわけじゃん、はい、ね、しかもあの帝王までいただいて、ね、はい、これからやっていこうっていう部分の中で、ちょっと今度その教室通おうかなっていうのは、まあ、ちょっと話が飛びすぎなんだけど、要はその自分の一つの特技じゃないけど、福祉芸的なものでその落語教室に通ったものがなんかいつかどっかでこう披露できたりとかするのってちょっと いいんじゃないかなと思ったね、はい、そのギターをやるのもいい、例えばピアノをやるのもいい、いろんなことみんな趣味で持ってると思うんだけど、スポーツでもいいけど、そこになんか落語っていうジャンルがもう少し広まってもいいんじゃないかなと。だから落語の魅力をもっとあれだよね、うん、僕はねやっぱり全国の方一席喋れるようになってもらいたいなと思って落語教室、やっぱりなんか世の中変わるような気がするんですよ、一、うんうん、人一席喋れる、うん、まあ、短いやつだと5分で喋り済みますから、うん、それがいいな、ね、教えてって、ね、皆さんが面白いと感じていただいて聞くだけじゃなくて喋ってみて、でまた面白みが余計通じますから、うん、ぜひぜひやってもらいたいなと、ね、落語を喋れるようになると何、肺が大きくなるとか、まあ、身体的な変化はないと思うんですけど、いや、ま、なんかないの、そういうすごいの、い今度考えてきて、やっぱり笑顔を相手に届けるわけですから、うん、これは自分も免疫力アップするはずですよ、うん、自分も笑って気持ちを笑わせてるからいいはずですよね、まあ、でもねそんなね一石一鳥できるわけじゃないわけだから、まあ、いろんな訓練とかもしなきゃいけないんだろうけど、そういう意味でのなんか新しいチャレンジ、自分の趣味の一環としてやっていくとまたちょっと世界も変わるのかななんて思って、そうですね、ということで師匠今度俺にいろいろ相談乗ってもらいたいと。あ、もちろんですよ、ドドイツ漫談みたいなのやろうか、なんかドドイツをね、まあ、大体三味線ですけど、はいはい、翔さん のギターとか、はい、アコースティックならちょっと俺実は前にね聞いてみたけどうまくいかないね、チントンシャントン今日も元気に土管を決めてでも世の中進化してんだから、やっぱり落語だロックだもう進化していかなきゃいけないんですよね、多分ね。そうそう、難しいところなんでね、今本当に音楽業界ね大ちゃんね、やっぱそのアニメにプロモーションみたいなアニメになって、ボーカロイドっていうかその生身の人が歌うんではなく全部コンピューターで作った歌でのメロディーにその言葉が乗ってるようなものとかね、うん、そういうものがすごく今流行ってきたりとかしてて、その生で要はアナログアナログっていうのとも今時代はそこにもう戻れないぐらい
進化してきて、そういう音楽がなんだろうな、CD を買うより、さっきの今日1日目かけましたアサリの歌もそうだけど、やっぱダウンロードしてその物を持たずに、うん、携帯の中いろんなものの中パソコンの中からだ、自分たちが聴くという音楽に今、やっぱ変わってきてるのね。俺たちの頃はレコードがあってそれを眺めながら歌詞カード見て一人で聴くっていうようなのとどんどん変わってきて、どうしてもやっぱミュージシャンはそこにお皿があって CD があって形のものがあってこれを発売した、それをまあ、その価格で買うっていうのをもう40年もやってきてしまったんで、なかなかそのね、ダウンロードして聞くっていうのにどうしてもこっちもなかなか慣れない部分もあったりとかして、でももう時代はもう変わってきてるんで、それを取り入れてこれからもやっていかなきゃいけないなっていう気にはなってますけどね。ただその CD ものを出さなくなるっていうことは多分銀杯はずっと出していくと思います、ね、売れなくても、うんうんうん、それがまあ俺たちのやり方だからっていうのはあると思いますけど、でも時代にマッチしていかないとやっぱりただのね時代遅れのおっさんになるのも悔しいんで、いろいろ勉強しながら前に進もうかなとは思ってるけどね。どん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 本当に世の中進化してるからね、まあ、でも配信とかもいいんだけどやっぱり、生でないと落語の良さは僕は通じない。いやそれはそれだって翔さんたちもライブだって間違いなくライブっていうのが生っていう意味で、そうじゃなきゃもう全然、でもそこに誇示してるだけでもダメなんだよね、生しかって ですよね。そう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 、まあ難しいとこだけどね、うん、でもやっぱね60超えるといろいろ思いますよ、うんうんうん、時代に合わせなきゃいけないこともあるし、やっぱそこで、なんだろう、若者たちとか、ね、もちろんこれは俺たちの人気商売なんで、ね、俺たちが意地張って、じゃあ10代、20代、30代って何言ってんだって言ったら、まるでこれはね、おかしな話になっちゃうから、今の時代に合ったものにやっぱ進化していきながら、なおかつ古き良き時代のものを大切にしていくっていうことで、今日見て、大ちゃん、はいはい、真由美さんからチョコレートいただきたいんですけど、はい、レコードプレーヤーの形をした缶に入ってるチョコレート、どんだけ昭和なんだ俺はこの野郎って ですけどね、たくさんいただきましたね。あれだよね、宇多さんも、はい、伊藤さん、伊藤さんからいただきました、ね、大ちゃん、はい、好みのパン持ってきてくれたり、はいはい、まあ、ちょっと話飛んじゃってあれですけど、いろんな方から、たくさんバレンタインデーのチョコレート美味しいものいただいてます。後ほど時間があったら紹介したいと思います。はいはいはい、はい、どうぞ宇多さん OK ですか。もうはい、私の方がもう18日の落語教室1時半から、うん、有林堂でやりますので、今受講生2人なんですね、あと秋葉ね、10人ぐらいあります。募集してんだよね、募集してます。あ、はい、入れるのね。ありますあります。個人レッスンだよね。俺が受けに行くとするんじゃん、ね、そしたら他の生徒は来ないよね。違いますよ、集団ですよ。個人レッスンはサバスホールの方の稽古は個人レッスンにしてるんですけど、有林堂さんの方はちゃんとカルチャースクールになってるので 10人ぐらい ですから講義もあるし、個人レッスンっていうのは、他の方も聞いてる、うん、あ、そう、教室ですけど、それ行くのちょっと恥ずかしいな、大ちゃん、どうしよう俺。ショー姿勢が悪いとか歌さん怒るんですよ。そうだね、何やってるんだお前は。怒るのはね、怒ることはないな、声の出し方とね、右向く左向くって、これ私たち上下も振るって言うんですけど、うん、あと動きがあるんですね、先生の手の上の使い方とか、うん、はい、であとは、まあ、ネタの話ですね、どこにどういうふうに笑わせるポイントがあるかとかっていう話をしますので、大体まあ翔さんですとね、やっぱり、声はもう問題ないので、はい、右向く左向くとかちょっと慣れてくればすぐ。でもちょっと想像してみたいな。だってもう受講生なんだから、はい、翔さん、あれ、歌さんが、そうそうそう、先生ですよね、だから翔さんなんて言っちゃいけないんだよ。翔ってもう命令系、ね、上から目線。喋りすぎ太郎さん。そう。喋りすぎ太郎、何言ってんだお前はみたいな。どうしようかな。やっぱ個人サバスホールさんにスポンサーだから挨拶聞き方ら個人レッスンにしようかな俺。個人レッスンだったら30分ずつ。夏までにはできるようになるかな俺。のネタによるんですけども。ああそうなんだ。ご自身で作るんですよねこれから。いや何も今白紙です。 あそうですか。いやそういうのは番組終わってから喋ってもらっていいですか。そうしましょう、はい、曲いっちゃった方がいいのかもしれないよ。今日は早めに行きますか。本当にね。それじゃあ次の曲はですね、私の、ソロのナンバーをお届けしたいと思います。さやっぱり男たるものてっぺんを取りたいわけじゃないですか。はいはい。でやっぱ世の中で一番のものを題材にして歌を作ろうと思って書いた曲がこの曲です。ショーキングダム2の中に入ってます。ダイヤモンド聴いてください。
はい、ショーでキングダム2の中からダイヤモンドを、弾いてもらいました。スポンサー前にたくさんいただいてちょっと紹介します。マコピーさん、ゴディバのチョコレートありがとう。そして歌さん、大ちゃんにも来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。これはですね、栃木のゆみさんからいただきました。あとマーガレットさん、八兵衛さん、えみおちゃん、まみなおちゃん、マーガレットさんも来ましたね。であと、四国のあこちゃんからも、届いております。皆さんありがとうございます。あこちゃんはですね、セルカマイクってこれ見て、大ちゃん何なんですかそれ。これね、なんかね、優れもので、はい、Bluetooth で同期すると、携帯電話から流れるカラオケに自分でエコーをつけて歌が一緒に歌えるっていうね、優れもので、なおかつこれ充電しておくとですね、スマホの充電をこれこっちからこのバッテリーを使ってしたできるとかいうですね、バッテリー代わりになる、バッテリー代わりにもなるというですね、優れものをいただいて、なんか重宝してる感じですかね。その他たくさんの、チョコレート、その、ケーキ類ありがとうございます。ありがとうございます、はい。この放送は真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばの清水港駅舎サバスホール、困った時に来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに、横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している勝田メディカルグループ、戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師の松沼さん、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋、大人気の N ボックスやフィット、ステップワゴンなどでおなじみの正規ホンダ四輪ディーラーホンダカーズ、心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど、心をより豊かにする活動を行う JT の提供でお送りしました。ユッキー体調大丈夫なんですかね、なんか失神出てたけどね。ねえ、ちょっとジンマシン出ちゃったって言ってましたけど、まあでもあの自分のところのね、お医者さんですから。ジンマシンはだって整骨院関係ない、ツボをキューってやるですね。あ、そう、もうジンマシンがなかったことにってですね、まあ、綺麗になるからね、針こうやって打つだけでね。そうだよね、はい、いや、翔さんなんかいろいろ来てますよ。はい、新入りあきさん、翔、うん、さん皆さんこんにちは。こんにちは。一括にしたな、皆さんにしたね、翔さん以外は。まあいいや。あるよね。あるよね。その他皆さんこんにちはみたいなね。失礼だよね。翔さん、13日の横浜銀杯アコースティックライブ配信はどうしたら見れますか。もちろんファンクラブには入会済みです。教えてください。よろしくお願いします。はい。これはですね、先ほども言いましたが、2月明日までにね、ファンクラブ新しくできましたクレイジーライダースの方にですね、入会していただいて、そうすると、配信が見られるという形になっているようです。これいろんなやり方があってこうなかなか皆さんに、説明しにくいんですが、今分かることはですね、ファンクラブにまず入会してもらいます。で、確認メールが届きますね。ID パスワードなどを設定して入力してファンクラブ専用のサイトに入ると見ることができるという流れなんだけど、皆さんに聞いてるんだけど、今日ね、野上のパンも作ってくれた伊藤さん、大変だったと。要は確認メールが届いて ID パスワードなどを設定して入力するっていうのがなかなかね、分かりにくいらしいのね、うん、なので、まあ、詳細分かり次第またFacebook ページの方でもアップしますけど、ちょっとやりにくいようですが、まあ、一応流れとしては入会する確認メールが届く ID パスワードなどを設定して入力してファンクラブ専用のサイトに入ると見れるという流れだそうです。タクシテイリュウジさんもそうですよね、はい、クレジライダーのメールだけはなぜか受け取ることができませんっていう。あ、そうなんだ。携帯電話を機種変更したから、これはだからリュウジさんがもしかしたら設定が違ってるのかもしれないしね、うん、それもあるかもしれないね、うん、でもそうですよね、もう翔さんファンたちはみんなアナログだから、そうなんだ、デジタル大変だからね、まあ、今回のね、そのファンクラブ限定にした部分に関してはちょっと俺たちもチャレンジしていこうと、2022年はそうね、80年代戻って横浜銀杯の元のね、ザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャルという名前に戻って最後、ラストまで人生やっていこうっていう意気込みの中から、いろんなものにどんどんもっとチャレンジしようと言って、まあ、そのアコースティックでロックンロールというものを、表現しようと。で、それをまあ配信で皆さんにファンの子たちにちょっとそんな俺たちも見せようということで、今ね、もう指痛くなるぐらい俺はアコギ練習してます。はいはいはい、なんで、まあ、銀杯のね、バラードだったり、ロックンロールなんだけど、
アコースティックバージョンに変えた、俺たちの音楽を皆さんに届けたいなというので、すごいね、あのレアな感じの、配信になると思います。どんな形でやろうか今、明日もまたリハありますけどね、かっこいいあのバレンタインデープレゼントになると思いますんで、まあ、この機会にぜひですねファンクラブに入ってもらって、見てください。アーカイブも、ね、出る予定になっています。後ほど調べて分かったらまたそれも Facebook ページでお届けします。あと俺の SNS も使った配信発表しますのでよろしくお願いします。だから皆さんファンの人もちょっと変わって進化する話で、デジタルで分かりません、年下とかにちゃんと習いましょう、頭下げましょうすいませんちょっとこれ分かんないんでっていつも怒ってる部下にゃんかにもね、ちょっと分かんないから教えてもらえるって、プライドなんか関係なく下の子に若い子に頭下げて聞いてくださいこれがねなかなかねいいの、昭和の親父はできないんだよ、ね、いいのダメ、それをしてください、ファンの人も。2月13日配信ライブね、 YouTube からの配信になりますね。本日ファンクラブ会員に YouTube の URL をメールで渡す予定になってるみたいなので、もうすでに入ってる方はそのメールを待っててください、よろしくお願いします。はい、ゆうさんからです、はい、こんにちは。皆さんこんにちは。こんにちは。大変です。聞いてください。はいはい。緊急事態です。緊急事態宣言まだだけどね、うん。13日の配信アコースティックライブの日、うん、楽しみにしてたのに、うん、なんと夜勤でした。あららららら、その日ね。スタートは21時は、スタートの21時は患者さんのおむつ交換の真っ最中です。ああ、でも本当医療従事者そういうの大変だよね。翔くんのセクシーボイスにうっとりするはずが、うん、お尻お尻お尻。まあそれはね、仕事一生懸命頑張る私にアーカイブの褒美が欲しいです、よろしくお願いしますって、ありますよアーカイブはね、うん、はい、その仕事はやっぱね、まあ、そんな風に言ってますけどやっぱ誇りを持って、うん、ちゃんとそのそれで助かってる、ね、老人の方もたくさんいるわけですから、うん、まあ俺たちの、ね、音楽はいつでも聞けますから、今目の前にあるしなければいけないことをしてあげてもらいたいと思います、ね、老人じゃなくてお年寄りですからね、まあ、ね、まあまあそれはそうなんだろうけど札幌の子さん、はい、諸事情により出勤停止中なので翔さんの生声聞けますあ、そうなんか具合悪くなって熱出てたとこ言ってたね、あ、そう、60分間リアルタイムで翔さんの愛に積み込まれますキャーン。13日のアコギ配信ライブすごく楽しみにしています、うん、翔さんバラードもやるとおっしゃっていましたよね、うんうんうん、アイメイク言うかな、ドキドキワクワク、いろいろと瀬戸りを想像するのが楽しみです。セットリストですね、翔、うん、さん、はい、私ね、うん、心身ともに少しだけ弱っています、小さなお願い聞いていただけますか、うん、でっかいお願いだと思うけどな、添い寝してくださいバカ野郎何を言っているんだろうファンのみんなと全部添い寝したら大変だよね、添い寝1回5,000円、僕が窓口になりますおいおい、はい、それこそアコギな商売でもありがたいよね、還暦過ぎた親父ロックンローラーに添い寝したいっていうファンがいるわけですからね、あ、そう、このねロコさんね、うん、それこそ横浜に来るとかなんとかつって、うん、何サタデーナイトメーカーにもちょっとスタジオ行きたいとかお騒ぎしましたよ、モンデさんよろしくね、あの添い寝してやってくれこれちょっと真面目な話でこれ番組の最中に長いメールが来てちょっと対応するの大変だったんですけど、これ真面目な話でね、はい、ラジオネームあこさんと泉さん、きんぴらさん、きんぴらさん、翔くん、大ちゃん、うたさん、こんにちは。こんにちは。毎週楽しく拝聴しています。そして初めて投稿させていただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。去年 SNS を通じて知り合いになった同じ銀杯ファンのゆのちゃんという仲間がいます、うん、彼女は年末に体調を崩して精密検査の結果、うん、白血病と診断され、あらら大変だ、うん、今年1月7日から抗がん剤治療のため辛い入院生活が始まりました。これ大変ですね、うん、大変だな。彼女から私死んじゃうかもしれないよって言葉を聞いた時には胸を締め付けられるような気持ちでいっぱいになり、うん、私はできる限り LINE でゆのちゃんを励まし応援しています、うんうん、頑張ってくださいね、うん、ずっと翔くん頑張ってね、翔くん大好きと言い続けてきたゆのちゃんに、どうか今度は翔くんからゆの頑張れ、ゆの大好き、ゆの白血病に負けるななど、何か彼女自身の体の中の細胞が白血病に打ち勝つ力が湧くようなことを力強い応援メッセージいただけたら嬉しく幸いです、とかよろしくお願いします。ゆのちゃん聞いてんのかな、ね、病室だから若干聞けないかもしれない、でもその代わり YouTube アーカイブがあるからあるもん、ね、できますよ、
いうの頑張れな、うんね、早く治して頑張って治って、銀杯のライブ見に来れるように、俺も応援し、応援はできねえんだけどな、まあ、その言ってあげることしかできないけど、ファイトだぜ、ね、うん、ね、白血病は昔はね不治の病ですけど今は治りますからね、うん、治療をしっかりして、うんうん、免疫力上げて、ぜひぜひまたライブ来てくださいですよ、ね、はい、でも本当にそう、このね、この気持ちで本当に中の細胞がじゃないけど活性ができるから、うんうん、井上さんぜひ頑張ってください、頑張ってください。まあね、ほらね、俺たちの年齢がどんどんやっぱなんだろう、今このコロナでもね65歳以上とか70歳高齢の方はすぐにこう体調悪くなったりとかするところにだんだん俺も近づいてきて、やっぱ思うことはやっぱ体健康第一っていうのは本当に、うん、ね、冗談じゃなく、あのうがい手洗いで、あの健康第一でやっていかないと、あ、まあ、好きなこともできなくなるし、長生きしたいわけではないけれども、やっぱりたくさんの人たちと楽しい時間をたくさん過ごすというのがやっぱ人生の醍醐味なわけだから、今ね病気にかかって苦しんでる人もですね、負けない気持ちで、頑張って、治してもらいたいと思います。ね、一番本当に何体に悪いのはって言ったらストレスだってするからね、うん、ストレスね、それは頭だからね、ストレスフリーにするとすげえわがままになっちゃうんだよね。え、それ市長さんじゃないですか。あ、だからそんなピッチピチしてるんですか。そう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 、人の意見をあまり聞かないというね、よくないよね、体悪いとこあってもね、病院に今コロナであの流行ってるから行かない方がいいよって自分に言い聞かせて行かないでいるっていうだけなんですけど、ね、いや、ちゃんと睡眠と食事をとって運動を適度にしてですね、楽しんでくださいですね、はい、ファーストツアー再起動、はい、ザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャルゲットバック2022のコンサートがもうすぐ始まります。3月5日土曜日は大阪ビッグキャット、3月19日名古屋、ザ・ボトムライン、そして4月の17日は横浜ランドマークホール、ファンクラブ選考で1月21日から1月31日やってきました。オフィシャル選考が、もうすでに終わってますので、皆さんの一般発売が始まってると思います。心新たに始まるゲットバック2022、横浜銀杯を見に皆さんぜひどんどん集まってください、よろしく。はい、いやー、ね、なんかホームページがオープンして、はい、いろいろ今度新しいツアーっていうかね、まあ、その大阪名古屋横浜とやるんですけど、それのまた新しいグッズとかもいろいろ会社の方から上がってきて、それもねチェックしてくれって言われて、今大忙しい。でもね、楽しいファンの子たちとの交流になれると思いますんで、なんとかねこれが収まってもらって楽しいライブができるということをもう望むことしかないよね、うん、本当フォーティスのロスしてる間がないんですね。俺はないですね。まあまあ、目の前をどんどんこう、ね、前目の前のことをやっていくという男ですからね。いつもたまに来てくれていた、トラック野郎マリちゃんからですね、アラカンパーニュの木箱入り生チョコも届いてます、ありがとうございます。あとね、ウニと貝のなんかつまみですね、酒飲めってか。ああでも普通のもんなんですね。はい、はい、毒味シリーズはないんですね。毒味シリーズないですね。みんなちゃんとチョコレートの今別にそのね、お口の恋人ロッテでいいんですけども、皆さんいろいろなね、あ、そういえば、はい、サバチョコ缶どうなったんですかね。サバチョコ缶はまずいです。いや、食べましたよ、言いましたよ、まずいです。あ、そうかそうか、はい、ダメです、あれは。手出しちゃいけないやつ。組駒札さんね。あいつ、毒味のコーナーまたね、なんかまた今ね、企画してるらしいですよ。何が飛び出すかね、これね。っていうのも楽しみしてるよね。はい、歌さん、一緒になんかおこぼれで楽しんでみし、楽しみにしねようね。いや、私もね、ご商売に預かっていっぱい頂戴してありがとうございます。うん、はい、ね、たくさん放送中にどんどんいただいて申し訳ないぐらいで。食べちゃダメなんだよ。はい、食べないよ。スタジオ内はダメよ。そうです、はい、うん、すぐ食べるからな、みんなで。食べたのは山々ですけどもね。歌さん、そういったところで大ちゃん、歌さんの人生楽しみましょうでした。また皆さん来週まで、バイバイ、バイバイ。